スペースウォーは宇宙戦争をモチーフとした対戦型コンピューターゲームで世界初のシューティングゲームとされている。1962年、当時マサチューセッツ工科大学の学生であったスティーブ・ラッセルを中心に DEC 社のミニコン PDP-1 乗で稼働するデモンストレーションプログラムとして開発された。また宇宙船の方からウェッジとニードルとも呼ばれる。 PDP-12 で遊ぶ二人。オリジナルの PDP-1 のトグルスイッチはディスプレイとは別置きだったため、一方のプレイヤーは他方のプレイヤー越しにディスプレイを見ることになる。ビントンサーフがスペース O をプレイする姿。手元にコントローラーを置いてプレイしている。PDP-1 の横に座るスティーブ・ラッセル。彼の右手先にあるのが、 PDP-1 本体。背中越しに見えるのがディスプレイである。一番左にあるのがコンソール。1961年夏、DEC から MIT のコンピュータ室に PDP-1 が送られた。学内関係者たちは PDP-1 を熱心にいじり倒し、こうした人々がハッカーの元祖となっていった。MIT のある。 マサチューセッツ州の隣、コネチカット州で生まれたラッセルは、ダートマスコーから転校してきた時点ですでに、コンピュータマニアだった。1961年頃から MIT で、活動していた TMRC、テックモデルレールロードクラブに入会したが、ここは、名前通りもともと鉄道模型のサークルだったものの、この時には、コンピュータマニアの集団と化していた。 ラッセルは年次科学セミナーのため、E.E. スミスの SF 小説、レンズマント、宇宙のスカイラーク、そしてマービン・ミンスキーの作ったプログラム、スリーポジションディスプレイにヒントを得て、スペースウォーを作った。最初は宇宙船とミサイル以外何もなかったが、仲間たちがフィーチャーを付け加え、1962年5月のセミナーで公開されたバージョンがオリジナルとされている。 モーリス・ウィルクスによれば真剣な目的は外界からの刺激に対するコンピュータの反応をプログラミングすることにあったとされ、ジョン・マッカーシーはゲームに興じる人々を見て、ウィルクスに衝撃に満ちたしかめっ面を示したという代表版となったスペースウォーの権利はパブリックドメインソフトウェアとしてコピー、改造自由とした。プログラムが書かれた参考紙テープは PDP-1 のすぐ隣にあり、勝手に持ち出し可能だったので、全米に約50カ所あった PDP-1 に広がった。各地でミサイル、太陽、ダメージ、複数戦闘などに独自の改造が行われた。最後には DEC 社が PDP-1 を売る際、サービスとしてスペースウォーの参考シテープを一緒につけたほどである。 PDP-1 エミュレーター上でのスペース O2006 年において判明している PDP-1 番、スペース O の稼働状況を一家に記す。ケントンプソンによるユニックス開発の動機の一つと言われるスペーストラベルとは全く別のゲームである。ありがとうございます。